一番会いたくない人ほど、よく出会う。運命って本当にいたずらが過ぎると思う。ここが一番安全だってね。から投げた情報が入った。だからヌンナさんと一緒にここに避難したのに。その安全な理由が、この人に関係していたなんて。今更なんですか、ずっと見放してきたくせに。どうせ私のことなんてどうでもいいんだ。私が出てそこないだからわざわざケインさんを用事にしてまで。それにこの人はシアーネさんを。それどころか私からタト君までも奪おうとした。この人は私が大事だと思った人を許さない冷酷な人なんだ。どうせこの人は私の心配はしない。せいぜいヌンナさんに話しかけて、ついでのように私を扱う。私だって絶交しているので、もうそれくらいで辛くなったりしません。放っておいて。もうあなたが私を娘として認めないなら、私だってあなたを父親として認めない。それでいいじゃないですか。ことか、無事でよかった。今、私に話しかけた。言葉を理解するのに時間がかかった。ありえない、という自分の中の常識を確かめるように私は振り向いた。何ですか？それ、なんでそんな顔で、申し訳なさそうな顔で、私に話しかけるのですか？そんなことで、この数十年を許すことなんて、なんて、今さら。娘だからだろ。お前にとっては父親とは認めたくないかもしれないが、俺にとっては本当の娘はお前。いや、ことかしかいない。それは分かってくれ。この言葉、シェインさんの前でも言えるのですか？彼女は家族ではないと、養子だから、本当の娘、なんて言ったらシェインさんは悲しむのではないですか？話はいい。まずはその目だ。痛むだろう。それだけ暴走してたらな。親だからって気安く娘に近づかないでください。あ、そうかよ。もう一丁前に女なのかよ。だが俺にとったらガキだ。黙ってそこにいろ。そこの、お前からは悪心境の気配がするが、ことかを守ったことに感謝する。殺すのは勘弁してやるからもう悪さするな。何ですか、上から目線で。ほら黙ってろ、お前。俺もガキのくせにしこちゃんすぎんだよ。どこまでも母親譲りだな、本当。まさかあの女が言っていたのはこのこと。確かにあのプクより初公が娘を守った私に恩を感じて守ってくれたら死ぬことはない。でも、頼った感じじゃないのよね。想定外だったというか、そもそも不本意だったって感じがするのよね。終わったぞ、もう目は治っただろ。はい。オーラもろくに扱えねえくせに力を使おうとするからそうなんだよ。パトはそんなことすら教えずに力だけ教えたのか。この力が暴走したのはあなたのせいですよ。それでどんどんストレスや迷いで勝手に。正解、なら俺はお前の前から消えるわ。証明はないんですか？私だって時間が経てば冷静になります。予知はあったのかくらい気にもなります。それを話して、お前は納得するのか、いや、できるのか、どこから仕入れた情報かは知らないが、俺がシアーネを殺したことも知ってただろ。実際事実だ、俺がシアーネを殺したし、パトに対してお前から離れるようにも言った。お前の認識は間違ってねえよ、だから訂正もしない。その時の状況を説明したところでただの言い訳、結局は結果が全てだろうがよ。俺がどれだけ認めなかろうが、お前を脅威から守り、孤独から救ったのはパトだ、俺じゃない。それに俺が何と言おうが、お前はパトと駆け落ちしてでも添い遂げんだろ。ならもう言っても無駄だ。そもそも問題行動ならまだしも、年頃の娘の判断にケチつけるダセい親でいたくねえからな。せいぜい幸せに過ごせよ。この事件までは親としてお前を守ってパトのところに届けてやるよ。それでいいだろ。よくないですよ。全部自己完結じゃないですか。詳細を一切説明してません。それで別に納得できないならしなくていいわ。勝手が過ぎると思います。私だってシアーネさんのことの関係者です。もう悪心境のことや、アロケルという悪魔の話は聞いています。今さら何を隠すのですか？別に嫌われたくないという理由ならすでに私はあなたが大嫌いです。評価で言えばそこを突き破って最低です。そんな相手にどう思われようがいいんじゃないですか？バカかお前、どうでもいいから別に説明しねえんだよ。嘘ですね。ならなんで私を気にするんですか？なんで私関係で周りにちょっかいを出すんですか？それに先ほど親として守るとも言ってましたよね。どうでもいいならなんで無視を貫かないんですか？義務ですか？親としての義理ですか？それにしては回りくどいと私は思うのですがね。そう、よくしゃべんな。言葉は丁寧なのもかなり蒸発的だ。基本的にことはまでもどこか俺の血が流れてんな。お前な、世の中には知らなくていいことだってあんだよ。何でも知りたいからと言って首突っ込んでると早死にするぞ。私のことはどうでもいいのに早死にの忠告をしてくるんですね。まあ、父と親さんから聞いているので、詳細を聞けばわかる話ですけどね。はずだりだ、当夜が喋るわけねえだろ。それにことかも言えるかよ。シアーネはお前を守ろうという思惑を悪魔に利用されて死んだ、なんて。はったりだ、当夜が喋るわけねえだろ。それにことかに言えるかよ。
シアーネはお前を守ろうという思惑を悪魔に利用されて死んだ、なんて。やっと白状しましたね。実はこの目の練習をしてたんですよ。便利でしたから。わかってましたよ、うすうすと。悪魔がシアーネさんに乗り移っていたことすら知っているのになんで固くなに真実を隠そうとするのかって。どうせ私絡みなんだろうなって。パト君がシアーネさんと戦っていた時も私絡みでしたから。守られてばっかり、情けないです。あの夜、シアーネさんがいなくなった朝、当時は気が動転してましたけど、今ならわかりますよ。これだけ情報があれば。でもだからこそ理解できない。なんで私に嫌われてまで全責任を自分で背負うのですか。誤解されたまま。別に救える可能性があったのでは。なんて言いませんよ。無理なら無理。できないならできない。私ができないことで他人ができないのなら私に何も言う資格なんてないんですから。あなたは私を知らない。だから決めつけた。いつまでも幼い私のイメージのままここまで来たんですよ。だから。お前の強さはわかった。だがわかるだろう。内容が内容だ。話せない気持ちも。なら私を遠ざけていたのは、パト君に私のことを反対したのは、この際喋ってくださいよ。どうせ嫌われたいなら全部話してから好きにしてください。自分だけ満足して終わらせないでください。お前の母親は専属神経薬で死んだ。お前を残して、だから俺は反対した。俺だって別に反対する気はなかったさ。お前が選んだ男だ。別にそいつに遊ばれ捨てられようがそれも人生経験でありお前の判断だ。そこに対して俺だって若い頃はルーズだったからな。咎めるつもりはなかった。だが専属心は別だ。あれはお前を問答無用に不幸にする。だから俺は。確かにあいつと約束した。俺に勝ったらことかとの交際を認めると。だが正直今はどうでもいいんだ。あいつはないがしろにしていない。立場を利用しているわけでもない。ただ対等に接していた。理解していたさ。こいつはことかを捨てたりしない。って、それがわかるたびにあいつへの態度がわからなくなっていったさ。だからお前とパトの交際は許すさ。パトには言わねえけどな。問題ないとわかったら俺が拒む理由はねえよ。ではなんでこの数十年、私に冷たくしてきたんですか。そこまで私のことを考えているのなら。もういいだろう。いい加減にしろよ。何のですか。ここまで話して。別に俺はお前に許されたいわけでも、親として愛されたいわけでもねえんだ。もうお前に関わる話はしただろう。逃がしませんよ。また無茶をしてでも、今を逃したらもう真実を知れない気がする。いいんだ、俺は嫌われてもいいから遠くから見守る、そう決めたんだからな。世界がことかの敵になっても俺だけが最後まで味方であり、守ってやる、その覚悟だけは本物だ。何？この記憶。過去、私に関するもの全部、私が生まれてから。愛されていた、いらない子じゃなかった。でもなんで、黙って。怖い。もう何も失いたくない、琴葉も、シアーネ先生も、これで琴葉も失ったら俺は、どうやって前を向けばいいんだ。俺が近づかない方がいい、俺がいれば狙われる、琴葉は俺の世界とは無縁に生きてほしい、そのためには俺が関与したらダメなんだ。これでいい、琴葉の幸せを願うなら、これで、これが真実。そんなのって。だからといって今までの行動を許せるわけない。そんないい子じゃない。私は、だけど、不器用なお父さんの分だけ自分から寄り添ってもいいのかもしれない。待ってくださいよ。どうせ守るなら、ちゃんと守ってくださいよ。お父さん、些細な一歩かもしれない。だけど私たちはそんな些細なところから始めよう。家族として、二人きりの血の繋がった親子として。ああ、守ってやるよ。だからおとなしく言うこと聞いてろ、ことか。最初からうまくいく物語なんて存在しない。だから私は一歩ずつ、理想の物語に近づけるように。今は私が折れますよ。もういいの。はい。白鵬が出てこない？つまりは中、ついていかなくて正解だったな。迷宮内部にいる人と合流しておくべきだな。こちらの戦力を把握し、情報を集めておかないとな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。
見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。